青葉型重巡洋艦は大日本帝国海軍の重巡洋艦。同系艦は2隻。先に日本海軍において建造された古高型重巡洋艦は20センチメートル単装砲6機を有した国の巡洋艦を圧倒したが、手砲弾の装填を犯人力式としたために装填速度が遅いという欠点を抱えていた。ワシントン海軍軍縮条約において、 補助管運転は、排水量一万トン、手法最大二十点三センチメートル以内と定められ、その範囲内で欠点の解消と、さらなる火力強化のために、古高を改め設計することとなった。こうして建造されたのが、青葉型重巡洋艦である。本級は、基本設計が古高型と同じものを使用しているために、似通った部分が多いが、性能向上のための解説系によって、 多少の相違が見られる。最大の相違点は、古高型が 20cm 単装砲6機だったのに、対して気力装填の 20cm 連装砲3機に改正されていることである。これにより、弾薬装填の遅さの問題は改善され、結果的に攻撃力の強化につながった。ただしその一方で、古高型より手法散布界が広くなるという問題も生じた。 これは、連装砲から発射された2発の砲弾の相互干渉によるものと判明し、発射のタイミングを0.3秒ほどずらす対策がなされた。この機構はその後の日本海軍の連装以上の砲塔を持つ艦に採用されている。また、古高型も後に連装砲塔に換装している。さらに、春工時から水蒸気用のカタパルトを装備し、作的能力の強化も図られている。 青葉型2隻は共に1937年10月頃より佐世保海軍交渉で近代化改装を行った。工事完了は1940年10月。工事は古高型に比べてより小規模のものとなった。近代化改装の際に1号2 0トル砲から2号2 0トル砲にした。名前が変わっているが、 元の2 0 0、mm、トルを3ト、mm、ル削り込んだだけである。これにより91式鉄鋼弾が使用可能となった。春工時は中間板管内に固定式の12式原則水上発射管を12門装備した。これは当時の魚雷がまだ上間パンからの発射に耐える強度を持っていなかったための処置である。管内に魚雷を置く危険は 当時から認識されており、近代化改装の際に上甲板に旋回式の92式4連装発射艦位1型を2機装備とした。魚雷は93式魚雷16本に変更、次発装填装置も搭載された。改装前は8年式2号魚雷を24本搭載していた。竣工後しばらくして波避け立てが装備されたが、近代化改装で、 広角法は変更されず、2関とも最後まで 12cm 単装広角法4門だった。近代火海装置には2番煙突周囲に 25mm 連装機銃4機、環境前に星リ 13mm 連装機銃2機が装備された。昭和17年に戦没した木の傘はこのままの状態だったと推定される。青葉は他艦と同様に対戦後半に、 機銃の装備がされた。正確な装備数は明らかでないが、昭和19年12月の時点で25立方ミリメートル連装機銃9機、同連装6機と推定されている。その他単装機銃も多数装備されていたと思われる。近代化階層では、混性艦2機を重油戦性艦に改造するに止めた。手記の形式は、青葉は三菱パーソンズ式タービンを、木の傘は、 ブラウン・カーティス式タービンを最後まで搭載していた。射出機は、キヌガサが1928年に、クレシキ1号1型を装備、日本海軍で初めての実用装備とした。青葉は、翌年4月に、クレシキ2号1型を装備した。キヌガサは、その後クレシキ2号1型に換装したらしい。両艦とも近代化階層において、クレシキ2号5型に換装された。 青葉は戦後の写真から21号電探1機、22号電探2機を全路に装備したのが確認される。13号電探は1944年10月23日にマニラ湾で雷撃を受けた際にアンテナが落下し、破壊、戦後の写真でアンテナが見られないことからそのまま修理されなかった可能性もある。ありがとうございます。